本番まであと16日。愛媛マラソンのコースではそれぞれの思いを胸に練習に励むたくさんのランナーに出会えます。こんにちは。あ、夫婦です。ご夫婦で通りました。落ちましたでも練習は、はい、練習はついてご主人の分まで、はい、1回リタイアしてもう4走られたんだけど、今年復活で初めてチャレンジするんで、で走れることが多分嬉しいんだと思うんです。今回の目標は、はい、もう完走、完走です。頑張ってください。大体4時間半で帰れたらいいかなと思ってます。早いですね。仕事も遊びもするのに基礎体力が大事なんで頑張ってます、はい、やはりあの沿道で応援してくれる方々がたくさんいらっしゃいますので、そこが一番盛り上がるところだと思ってます。頑張ってください、はい、ありがとうございます。僕だけ。あ、そうなんですか、はい。いつも練習は一緒にされてるんですか。ほぼ大体付き合ってくれてる。今年はちょっと頑張って5時間も切りたいなと思っています。切れたら好きなものをおごります。お、焼肉で何とかをしていますありがとうございました。ありがとうございました。大変ですね。今ちょっとお時間ない。50回大会でキューちゃんがハイタッチをしてるのを見て、おキューちゃんとハイタッチしたいと思って愛媛マラソン出るようになったんです。いやいや、僕今年落選したんですよ。あ、そうなんですか。伴走で。そうですね、思いを背負って走ります当日応援しますから去年は4時間15分ぐらい。早いじゃないですか。18分かなすごい週3日ぐらいは。頑張れるエネルギーの源はどこにあるんですか。なんだろう、やっぱ初めて完走した時になんか自分が変わったような気がした。なんかすごい自信が持てたんですよ。タルトの16タルトやったっけの抹茶を食べる親子で。ああ、今年は走れるのですけど。今おいくつですか。16です。16歳。一緒にでも練習、はい、練習してくれるんで。どうですか。いや、嬉しいです。走るのが好きだからです。走るのが好きで、好きで、お父さんのことは好きで。おー、どうですか。いやいや、いい思い出になりました。ありがとうございます走ってる姿見てどうですか。重そうですお父さん完走したらなんかご褒美みたいな。ビールをつぎます。おやった、はい、ビールつけてもらいます、はい、せーの、頑張るぞ。お願いします。頑張る理由は一人一人違いますが、目指すフィニッシュはみんな同じ第57回愛媛マラソンは2月10日日曜朝10時スタートです。